はようございます。高いよ。おはよう。水口さん、点ありがとうございます。点を Thank you。収まったかな。この髪の毛がね、収まった。すぐ決まるか。おはよう。実はね、私の誕生日もあって、いろんな方からね、クッキーをいただいたんですけど、今日はその一つをね、紹介しますね。銀座ウエスト紹介したりとか、出版人さんのケーキを紹介したりとかしたんですけど、今日はね、あったのクラキチというでもカンカンかわいいクッキーをいただきました。これを開けるとですね、クッキーの詰め合わせみたいな、あの秋田のクッキーなんですけど、秋田県クッキーとショコラクッキー、黒糖クッキー、フラモアーズクッキー、ミニョンヌメレンゲ、あのメレンゲですね、メレンゲ2種類入ってるそうです。フラモアーズジャムクッキーとホオズキジャムクッキー、モロコシスノーボール、シェインマスカットのオガレット、オガレット、ホオズキのマーブルクッキーとタンカンクッキーだそうです。たくさんの色の詰め合わせで、これは私のおばあ様とおじい様からいただきました。イエーイ、美味しそう。ちょっとちっちゃいものいただこうかな。これショコラクッキーです。うん、
クホロっとしてます。一度サクッといった時にもうホロホロってなってる感じで、めっちゃ美味しい。実はねメレンゲ、そう結構好きなんですよね。お仕事行ってらっしゃい。うん、やほろが開くと美味しいです。良きなお味です。うん、メレンゲこっちはなんかふわーんとしてる感じです。うん、そうだね、甘すぎず、良き感じの。今ね、うちにはたくさんクッキーがたくさんあります。また他にもね、クッキーがあるんですけど、誕生日なのか、今年はめちゃめちゃクッキーが。控えめなのもいいですね。これはあれかな、あー彼とこっちか、単管クッキーですね。単管を使用したクッキー、甘酸っぱい爽やかな味わいを楽しみくださいって書いてある。甘酸っぱいんだ。お仕事行ってらっしゃい。マリじゃない、気をつけてね。母が、お母様がとても甘党ですね。甘いの好き。苦いとか辛いとかスパイとかになるとあれだけど、ね、うん、うん、これはねサクッというよりはなんかクッキーザクッキーって感じだけど、でもね上がすごいなんかちょっとホロホロしてる感じがなんかする。え、しょうがないの、あげるよ。はい、ご飯美味しいからぜひこれ食べてみてほしい。なんかこれあきちゃんの多分感覚なんと思うんですけど、美味しい。ああ、これこれはね黄色いんですよ、もともと単管っていうね黄色いもともとお菓子なんですけど、美味しそうだよね。チーズみたいな色。うん、中に
これが単館かな。ちょっと甘酸っぱい部分が多分この他に、ね、オレンジ色の点々みたいなのがいろいろと入ってるんですけど、これがちょっと甘酸っぱい感じのあれですね、正体ですね。うん、この点々としているものです。あの写真さんのピジャマ顔だったけどめっちゃ緊張してる時の一番最初の方の写真かな。結構ね笑顔ではあったはずなんだけどね、ちょっとね甘酸っぱい感じ、良きなお味ですね。うんうん、クッキー大好きなので嬉しいです。このようにたくさんクッキーがうちにあるのお母さんとか 妹に食べられないようにしなきゃいけない、一番大変なのおはようございます。このスノーボールみたいなのが気になりますね。もろこしのスノーボール、秋田の伝統菓子もろこしあるじゃないですか、おクッキーに仕上げましたっていうホロホロとした食感ともろこし風の風味をお楽しみいただけますって。これはねすごい数少ないので貴重ですね。食べるのももったいないぐらいの感じなんですけど、すごい触った時からちょっとホロホロ感が出てますね。もったいないですね、2つしかないっていうのが。スノーボールいただきます。うん、これはもうものすごく噛んだらほう、なんかね外もちゃんとなんかほんって噛めるんですけど、すごいあのそのホロホロってなった時の感じが私すごい好きで、クッキーってホロホロめっちゃ口の中に広がる感じ、もろこしの風味なんですけど、あ美味しい。この感じ私大好きなんですよね。このなんかホロホロホロって噛んだ時にサクホロホロホロってなる感じ。でも一度じゃなくて何度もそのサクホロホロホロが楽しめるんですよ。スノーボール私大好き、これ好きになりました。ちょっと絶対に大事に取っとかないとねえ、ホロホロ感っていいですよね。
ね、大きなカンカン、こういうカンカンにしか入ってないのがシャインマスカットのガレットとホオズキのマーブルクッキーらしいんですけど、多分このホオズキのマーブルクッキーとシャインマスカットのガレットですね。研究会になるか。やっぱメレンゲです。メレンゲと、ショコラクッキーはめちゃめちゃたくさんあります。でも手が止まらなくなっていつの間にかなくなっちゃいそう。黒糖クッキーとかもあります。うん、確かにいくらでも食べられちゃいますね。って言ってる間にあっという間に時間が来てまいりました。そう、やめられない、止まらない、やみつきになっちゃう。あっという間にお時間が来てしまいました。あら、とびとびサービスで来てくださったのね、ありがとうございます。太らないようにいつも一応大会しはしてます。まあ甘いものを食べ過ぎてしまった日は昼まではいいとします。でも夜何々っていうのはなしにしたりとか一応してますよ。では終わりたいと思います。First is Kakumini さん、カツオニーさん、Thank you ありがとう。Second is Mikey さん、Thank you ありがとうございます。Third is Kotasa さん、Thank you ありがとう。And fourth is Yuzukichi さん、Thank you very much ありがとう。And fifth is Timefire さん、ありがとうございます。And sixth is Ariel Mami さん、ありがとう。And seventh is Haru さん、ありがとうございます。And eighth is Cindy Langley さん、Thank you very much ありがとうございます。And ninth is David さん、ありがとう。Then is Yoshichi さん、Thank you very much ありがとうございます。Eleventh is Hitachi さん、ご参加ありがとう。And tenth is 親方さん、ありがとうございます。Thirteenth is 青森からさん、Thank you ありがとうございます。本日も皆さん、配信ありがとうございました。ぜひ、今日も良い一日を過ごしくださいませ。夜勤明けの方お疲れ様です。これからお仕事の方、学校の方頑張ってください。ナビも行ってきます。ってなわけでみんな See you. バイバーイ。